ツバメは、東京工業大学、松永研究室、河江研究室、並びに、東京理科大学木村研究室によって開発された、超小型衛星である。ツバメは、姿勢制御技術の実証、天文観測、および地球観測を目的に開発され、2014年11月6日に、ロシアのヤワスヌ宇宙基地から打ち上げられた。2004年に行われた第12回、 衛星設計コンテストで設計大賞を受賞した X 線変更観測衛星円をもとに開発が始められており2009年から本格的に開発プロジェクトが始動当初は2012年打ち上げ予定であったが数回にわたる打ち上げ延期を経ているつばめのミッションは1超小型 CMG による 高速姿勢制御技術の実証。2、ガンマ線バーストの高 X 線変更観測。3、小型カメラによる地球撮影の3つである。CMG による高速姿勢制御を用いることにより、発生1、時刻がランダムで突発的な現象である GRB の観測機会の大幅な上昇が期待されている。2004年における概念設計の段階で、 当時打ち上げを直前に控えていた NASA のガンマ線バースト即時観測衛星スウィフトの和名がマツバメでありこれを意識していたこと、東京工業大学のシンボルイメージがツバメであったことからツバメと命名された。なお、東京工業大学ではツバメというとスーパーコンピュータツバメが先に想起されがちだが、これは2005年に導入されたものであり。 衛星のツバメの方が先に世間に公表されている。ツバメはそのほとんどを学生の手で作成されている。東京工業大学松永研究室は2003年に世界初のキューブサットとなる9と -1 の打ち上げを成功させたのを皮切りに2006年に9と 1.7APD、2008年に9と 1.7APD の打ち上げを成功させてきており、 学術的な功績も、さることながら、数多くの人材を育成、排出してきた実績がある。例えば、世界で初めて、ソーラセール展開技術を実証した、イカロスのプロジェクトマネージャーである、森治や、日本初となる超小型衛生メーカーアクセルスペースの立ち上げメンバーである、宮下直樹は、松永研究室出身である。このように、 学生衛生は教育という側面を持ち合わせており、約5年の開発期間をかけ、学生の域を遥かに超えると評されるツバメは、総勢20数名にも上る学生の実践的な教育の舞台となった。ありがとうございます。